丼屋をオープンする前はあのラーメン屋をやってまして、そこで三原のタコ天丼っていうご当地グルメとなるものを作ったんですよ。他にもタコ天丼をもっと食べてもらいたいっていうので、ここをあの丼屋さんとしてオープンすることを決めました。駅に近い中心部でやることでテイクアウトもメインにやっていきたいなっていうのもあったし、ドリンクもいろんな種類を作ってこう地元の学生さんたちがちょっと立ち寄れるような場所が作れたらいいなっていうふうに思って、丼とドリンクのカフェになりました。お店の看板と入り口のマットにもこのロゴを使ってステッカーも作って、ドリンクにも今度ステッカーが貼られてるんですけど、スマイリングの愛の点々が目になってて、どんぶり屋っていうこともあって、このお口をイメージした部分がどんぶりの形をイメージしてて、どんぶりの中にこう笑顔があるよっていうイメージでこのロゴをデザインさせてもらって、三原っていうのは絶対入れたかったので三原シティっていう入れさせてもらって、こう三原に来たよっていう何か一つの証拠っていうか、こう思い出の一つにしてもらえたらなっていうふうに思ってデザインさせてもらいました。学生さんたちはやっぱり夕方学校帰りに寄ってくれるのがメインになるので、お昼の時はあの主婦の方のランチの時間だったり、大学生たちが来てくれたり、どんぶりなのでお店はちょっとカフェっぽくても男性のお仕事中の方もお弁当で持って帰ってくれたりとかはしてますね。地元の高校生となんかコラボしてできないみたいなお話をいただけたので、メニュー一緒に考えてお店で出しましょうっていう風なことを提案させてもらって、どんな風なドリンクを作るかから全部高校生たちが案を出してくれて、私がこう作ってみて試食して、いやこれはもうちょっと甘い方がいいとか、もっとこうさっぱりがいいとか、みんなで一緒に作って、ここでできたのが黒ごまバニラとチーズケーキ味の2種類のドリンクで、その2つ合わせたネーミングがおはぐろデビルがあなたの心をキャッチーズっていうネーミングを高校生が考えてくれて、そういろんな形でまた新しいお客さんも増えて、すごい相乗効果じゃないですけど良かったかなと思うし、進路とか就職で出たとしても学生の時こういうことしたんよとか、そういう将来を考えるこの経験が一つのきっかけになってもらえれば嬉しいなという思いでやらせてもらいました。一番はその高校生の、あのコラボを始めたことがきっかけで、いろんなお話だったりいただいてるので、もっとその地元の高校生たちが自慢できるような町にしていきたいので、どんどんいろんなコラボをしてやっていきたいなっていうふうには思います。でもちろん高校生だけじゃなく、いろんな形でこう人と関わって、自分だけで何かっていうよりはいろんな方と協力し合って何か発信できるような場所になっていけたらなっていうふうには思ってます。